おはようございます。私からはまず2項目お話をさせていただきます。最初が新年度にあたり、この1年の私の思いについてお話をさせていただくということになります。昨年7月の豪雨災害の発生からおよそ9ヶ月、また新晴れの国岡山駅行きプランは折り返し点を経過し、今年度は豪雨災害からの復旧復興と行き来岡山の実現にとって大変重要な1年と考えております。一日も早い復旧・復興と、より災害に強い岡山を実現するため、引き続きその対策に全力で取り組むとともに、生き生き岡山の実現に向け、より実効性の高い施策を展開し、好循環の流れをさらに力強いものとして、本県の持続的な発展に結びつけてまいります。5月には、元号が令和に改まり、新しい時代がスタートします。この1年がその幕開けにふさわしく、岡山の明るい未来へ向けて一層力強く前進する年となるよう、全身全霊で取り組んでまいります。次に岡山マラソンについてであります。本年11月10日に第5回の節目となる岡山マラソン2019を開催しますが、開催の7ヶ月前にあたる来週10日からいよいよランナー募集が始まります。今回は人気の高いファンランの定員を増やすとともに、マラソンの海外枠を拡大することとしております。また昨年に続き、大会前日にランナー同士の出会いイベントを実施する予定です。昨年の第4回大会は大手ランニングサイトで全国第1位になるなど、大変高い評価をいただいております。改めまして、県民の皆様、関係の皆様のご理解ご協力に深く感謝申し上げます。ありがとうございます。皆様に一層愛される大会となるよう、実行委員会を中心に着実に準備を進めてまいります。ぜひ幅広い皆様にご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。私からは以上でございます。